ウィリアム・ジャーディン・アップル・ガースの第7代順弾尺、ウィリアム・ジャーディンはスコットランドの博物学者である。ナチュラリス・ライブラリーという博物学書のシリーズを編集したことで知られる。エディンバラで生まれた。父親はアップル・ガースの第6代順弾尺、アレキサンダー・ジャーディンである。ヨーケやエディンバラで教育を受けた後、エディンバラ大学で医学を学んだ。十五歳になった時、 科学者のディビット・ブリュースターの推薦で、エディンバラ王立協会のフェローに選ばれた。バーウィックシャー自然クラブを友人と設立し、自然科学書の出版を推進する、霊協会の設立に貢献した。釣りや狩猟を熱心に楽しみ、博物学においては、鳥類学に熱心であったが、魚類学、植物学、地質学にも取り組み、先祖の屋敷のある地域の魚類に関する著作、 イクナラジー・オブ・アンデールを表した。ジャーディンの個人的な博物館とライブラリーはイギリスで最も優れたものであると評された。ビクトリア朝時代において博物学への興味がすべての階層に広まるのに、ジャーディンが編集、監修し、義理の兄弟のエディンバラの出版社、ウィリアム・リザースが出版した40巻に及ぶナチュラリス・ライブラリーのシリーズは貢献した。その内訳は、 14巻の鳥類、13巻の哺乳動物、7巻の昆虫、6巻の魚類からなり、一流の博物学者が執筆した。例えば昆虫については、ジェームズ・ダンカンが執筆し、図版は有名な画家、エドワード・リアも描いた。ジャーディンが出版に関わった書籍には、ギルバート・ホワイトのセルボーンの博物誌や、鳥類学図譜や、 アレクサンダー・ウィルソンのアメリカン・オーナサラジーの連歌版などがある。多くの鳥や動物の種を単独、もしくは友人のプリド・ー・ジョンセルビーと記載した。娘のキャサリーンは鳥類学図譜の図版を描き、地質学者、鳥類学者のヒュー・エドウィン・ストリックランドと結婚した。ザ・ナチュラリスト・ライブラリー、コンダクテッド・バイ・サー・ウィリアム・ジョルディーン。ありがとうございます。